ホーレス・ケプロン・ホーレス・ケプロンは、アメリカ合衆国の軍人、政治家、お雇い外国人の一人、マサチューセッツ州のイシス・スケプロンの4男として、同年ニューヨーク州に移り、オネイダ郡ホワイツボロで育つ。南北戦争に、北軍義勇兵として従軍後、アメリカ合衆国政府で農務局長となった。1871年、渡米していた黒田清隆に懇願され、職を辞し、同年7月訪日。開拓使お雇い教師、東都立憲開拓顧問となる。1875年5月帰国。日本では積極的に北海道の視察を行い、多くの事業を推進した。札幌農学校開学までのお膳立てをしたのもケプロンである。また、1872年、開拓使東京事務所で、ケプロン用の食事にライスカレーが提供されていることが分かっており、これはライスカレーという単語が使われた最初期の例である。ケプロンの仕事は多岐にわたり、北海道の道路建設、工業、農業、水産業など、開拓のほぼ全領域にわたっている。特に著名で重要なものを次に記載する。北海道は寒く、稲が育たないため、麦を作ることを奨励。北海道では、パン食を推進すべきだと主張した。ケプロンが麦作を奨励したことは、後に開拓使ビール醸造所が設立される遠因になった。単に魚を取るだけでなく、塩漬けなどに加工すれば重要な輸出品になると、進言。ケプロンの進言に従い、1877年10月10日、日本初の缶詰量産工場である、石狩缶詰所が作られた。この日は、日本では缶詰の日になっている。開拓使はこれ以外にも、道内沿岸部に次々と、鮭缶詰製造工場を建設した。ケプロンの進言に従い、札幌室蘭間、森函館間までの馬車道が整備された。この道は札幌本道と呼ばれ、現在の国道36号と国道5号の基礎となっている。ケプロンは可能ならば札幌室蘭間に鉄道も敷くべきだと進言したが、ケプロンの在日期間中には敷設されなかった。大通公園に黒田清隆像と並んで銅像が立っている。日本の生人形の収集家でもあった。ありがとうございます。